代表に選ばれたのは上野真実選手と中島芳乃選手です。上野選手は昨シーズン11得点でWリーグの得点ランキング3位、中島選手は左サイドの攻撃的プレイヤーとしてドリブル突破を得意とする選手です。代表に選ばれるのは初めてなんでめちゃくちゃ緊張してますけど、すごく嬉しいです。代表定着するためにもやっぱり自分としては、得点という形で結果を残すことが求められていると思いますし、そのためにはやっぱりまず試合に出ることが必要なので。レジーナとしてはチームが発足して初めての代表選手の誕生となります。2人は今日にも代表に合流、来週国内で開かれる東アジア選手権に備えます。